よし、結構適当に消化するピラミッド。他のアカウントで何か作業しながらとか、牧場の依頼書とかですね、まあ、ここのワープ使ってもそのまま行くだけだからといって、まあ、使わないこともありますけど、1、2、その間もうさすがにこう邪神でよく使ってるカードとかなので、結構あの死亡者が出るので、普段は全然消化できるんですが、運命とか審判がすごい溜まってしまう。こうミッチを占い師でやってて、こうこれで投げたりしてたんですね。グランドクロスのモーションじゃないかっていう。こんなのとか、でミッチーは占い師を使うのでリセットベール、あ、ここにリセットベール やりたいかな。こっちの方がいいのかな。ここに置けばファラオですが、この近くに。バトルコマンド、これを取った。で忘れそうなので、に周りにではなくチーム、
早いパターンかな、これは。まさかの AB パターン、ゴールデン系が出てこないと。あ、テンション使っちゃった。普通の早いパターンでした。4回ぐらい脇があって、4回目の脇で出てくるのかな、なんか4回目か5回目。ちょっとサポに任せてる間お茶でも取りに行こうかと思ったんだけど、すぐ終わってしまいました。で次は2なので、最初組んでやってたんですけど、組んでやってる時にまだワープもなくて、その時はミッチを一人で結構ノラに出すことがあって、みんなで楽しくピクニック感覚でこう車でピラミッド回ってたんですよね。みんな乗ってくださいとか言って、よければ。写真用でしたね、これ。装備、眠り結構よし、でちょっとお茶取りに行ってこよう。よし、戻りました。今3人いるので、あれマイク遠いかな。よいしょ。あ結構遠くなっちゃったかな。4、
固定の。固定してたのがちょっとずれてた。4。ミッチーは戦車入ってるので、こっち投げちゃおう。よし、この隙に節制が間に合わないから。MP タイム。入ってますよ、もう。無言で。この時に賢者がいるので洗礼をしてくれたりするんですよね。呪文完全ガードとかのファラオ・ラーの6の時とか洗礼が飛んでくるので、特に。で、今週は達人クエスト、これ9なので、後半に行く前にちょっとブレイクタイムして、ちょっと後半の緊張に 集中しないと、やっぱり2回も3回もやるのやなので。で、次は5なはず。やりだすと早いんだけど、なかなかね、これ。牧場の依頼書をやるのを忘れてました。途中だった。こうでしょ。
片手間にこう牧場のこういう時間に終わらせとかないと。魅惑の水晶球っていうのは覚えているのだろうか。あ、それを入れようとしたのかな。これもし取ったらスキル足らなかったのかな。この低階層手が空いてるうちはサッポに魔法の聖水配れば配ったりこうなんか手タロット投げたりしてれば次6で牧場お肉受け取って。ちなみに、吊る作業は。こんな感じ。あと、最近は、気合道場も先週、気合道場をやるの忘れてしまったんですけど2、3、4、5、6ちょっと早いパターンなのかな。個別にねポイッと捨てる方法もタロット引き直す。これでも50回復するっていう効果がある。50回復、なかなかね邪神とかじゃないとそんなに運命とかそこまで使わなかったり怒ってるからこれ効くのかな。1053で
れ、魔結界とか神道滅却したら あ、もうなくなっちゃった。やっぱあのゴールデン系が出るとショートカットパターンが多い気がする。で次なの。足りなかったんだ、これ150。やっと戦車来た。いっぱいなんかいい効果がついてるといいっていうか、これやってみて。魔結界と無駄に神道滅却。まあこれブレスも結構この層は上がるのかな。
そう。ミイラになったら何をするかというと、こうジャンプがすごいジャンプするんですよね。すごいジャンプ力がすごいっていう話で、あとは僧侶さんの近くの方にいた方が、近くって言ってもそのベホマラーの範囲内っていう近くで、あまり攻撃を受けない範囲で。これ呪いしますね。叩き潰し。危ない。結構怒ると呪いしてくるので。で、次は7と8。牧場が途中のまま。よし。今は全滅しても鉄の金庫を手に入れてればゴールドが減らないのでいいかなと。これ歌子の方は魔法戦士で MP をパスして、で8はねやってみたんですけど、やっぱそのサポの AI だとちょっとヘルマとニビス戦が弱い感じするので、ちょっと時間かかってでも、その時やったのは9分ぐらいだったんですけど。青いやつ。猛毒ダメージは
5秒で。90ダメージだったかな。結構痛いですね。エーペチを死んでこっちからまずい。ヘルマから攻撃してる。まあしょうがない。サポがね、こうこのニビスを放置してると、まあゴールドシャワーも痛いんですが、遠くからこう運命投げられるので、ここはん？決断したつもりないんだけど。バフが消されちゃってるんです。
倒せばちょっと楽。しかも離れてもともと攻撃できるから、キャー、サポに引っ掛けよう。で、あんまりこの時点で受けよう。あ、もうテンプテーション魅了があるけど、なあなあ魅了耐性ちょっとあるので、よし、次はヒュー、結構動画撮りだめしてて全然アップできてないですね。
仲間呼びを警戒してるんですよね、これ。怒りを取りましたから、もうこのまま通して。サポの回復がこっちが蘇生早いしたなって思うと、あれしてくれるんですよね。キャンセルして回復してくれる。サポが避けました。闇耐性が下がるんでしたっけ？
ミッチに来た。よし、達人クエストを達成しました。最近達人クエストのお題と、アンクが結構かぶるようなイメージですね。だいたい1時間はかからなかったけどって感じですね。